アパトサウルス、アパートサウルス、学名、アパトサウルスは、約1億5000万年前、中世代ジュラ気候期マルム予中期飛行機の境期の、北アメリカ大陸に生息していた、竜版木、竜脚系ア木竜脚下目ディプロドクス科の、大型装飾性恐竜の一種、一族。シノニム、異名の一つに、有名なブロントサウルス、ブロントサウルスがある。 学術的でない言い回しをするなら、かつては学名をブロントサウルスとされ、日本語ではブロントサウルス、さらに古くはブロントザウルス、雷竜、雷竜、雷竜などの名で呼ばれていた恐竜である。2015年の研究でアパトサウルスとブロントサウルスとは別族との発表がある。俗名、ラテン語アパトサウルスはアパーテダマス、マヤカス及び サウロス、トカゲの合成語で、マドリュウとでも言ったがに。もし機種の種商名エイジャックスは、ギリシア神話の英雄であるダイアイアースに由来する。他、イクセルサスは、ラテン語で、高みなる、気高い、上位の、といった意味。ルイジー、ルイーズのは、アメリカの実業家、アンドリュー・カーネギーの妻、ルイーズ・カーネギー、ルイース・カーネギーへの懸命。パルバスは、 ラテン語で小さなの意であるが、元の学名エリソリスパルバスからの継承である。俗名のシノニムであるブロントサウルスは、ブロントス、雷と、トカゲ、前日とによる。日本語では、これが雷竜と訳されたまま、アパトサウルスの名が普及した今でも用いられる場合がある。中国語名では、タイアザがアパトサウルスに対しては用いられなくなり、 アパトサウルスには、その漢訳名である、漢体アザ、中国語は、惑う、惑わすの意が用いられている。なお、日本語の、雷流の読みには、雷流と雷流があり、後者が一般的と言えるが、これは、とう読みであって、学術的に用いられることはない。表記内容は、左から順に、学名、金天舎、言語的揺らぎによる、 別の読み、英語名、ある場合のみ、特記事項。略語の意味は、la イコールラテン語による、別音、en イコール英語に見られる発音。jc イコール日本語による、別言語風の混合読み。アパトサウルスのシノニム。異名には、下記の二名がある。解分類は四種が知られている。それぞれの名の由来については、学名の不死を参照のこと。 発見された化石にブロントサウルス、カナ天社、ブロントサウルス、古くはブロントザウルスという学名をつけたのは、発見者であるアメリカの古生物学者、オスニエル・チャールズ・マーシである。彼は、その当時、同業のエドワード・ドリンカー・コープと恐竜の化石発掘を競っており、化石戦争参照、同じ種に別の名称をつけることがしばしばあった。先に論文を発表した方に、 学名の命名権が与えられていたため、多少間違えていても相手より先に論文に記載していたのである。1903年に、米国シカゴにある、フィールド自然史博物館の館長エルマー・エス・リグス、園が再検討したところ、ブロントサウルスの発見以前に、マーシュが発見していたアパトサウルスが、ブロントサウルスの若い個体であるとされたがゆえに、 先に発表していた学名が正式名称になるという規則に従って、この種は、アパトサウルス、アパトサウルスという学名に変更された。しかし、リグスの論文は一般には知られることなく、ブロントサウルス、ブロントサウルスの名称は、各地の博物館や、一般社などでその後も広く使われ、普及することになった。アパトサウルスという正式名称が広まりつつはあるが、 2010年代の現在でもブロントサウルスという名称の方に馴染みのある人は多い。一方でブロントサウルス、ブロントサウルスと命名されていた化石骨格はアパトサウルスの胴体にカマラサウルスの頭骨が乗る等、複数種の化石の混同によって復元されていたことが判明し、現在ではその名称自体が無効になっている。化石は アメリカ合衆国のジュラキカブモリソン類層、円から発見される。行政区文明等で言えば、コロラド州、オクラホマ州、ユタ州、ワイオミング州ララミー近郊のボーンキャビン採石場、N、およびナインマイル採石場、円などがそれである。約1億5000万年前の当地域は、単独の大陸として、北半球に位置した北アメリカ大陸の西部地域である。 白秋にこの大陸を東西に分断することになる西部内陸海道。北アメリカ大陸を東西にはかつ内海の形成がすでに始まっているものの本格化してはいない。全長は約21から26メートル。体重は推定方法によって幅があるが約24から32トンという見積もりがある。群れをなして移動し、 森林のこの葉を常昇していたものと考えられる。1960年代までは、あまりに体重が大きいため、陸上を歩くことができず、故障に生息していたという見方が定説となっていて、下肢骨が重く脊椎骨に多くの空洞があって重心が低位置にあること、首が長いこと、鼻孔が頭の上部に開口していることなどが、水中生活に適応した証拠とされていた。 その後、アメリカ人古生物学者ロバート・ T ・バッカーらの研究により、陸生であったことが明らかになっている。竜脚類のような大型の恐竜では、死後、堆積物に埋没されるまでに時間がかかるため、骨がバラバラの状態で化石化することが多く、特に頭蓋骨は、早い段階で失われてしまう傾向にある。アパトサウルスの場合も、 完全に近い骨格標本が得られていたにもかかわらず、頭骨のみ長い間発見されなかったため、禁煙と考えられたカマラサウルスを参考にした、頭骨復元がなされていた。すでに1900年代には、むしろディプロドクスを参考にして、頭骨を復元するべきであるとの見解が唱えられていたが、博物館の展示でも依然として、カマラサウルスに似た頭骨が使われてきた。 1990年代、より完全な標本の調査や、頭蓋骨の発見により、アッパトサウルスがディプロドクスと近縁であることが判明し、ディプロドクスを参考にした、頭蓋骨で復元されるようになった。細長いディプロドクスと異なり、カマラサウルスのようなややずんぐりした体型であるが、ディプロドクスと共通の無知のようなを思っていた。1925年アメリカ製の特撮映画、 ロストワールドでは、アロサウルス。日本では、アロザウルス。ティラノサウルス。日本では、ティラノサウルス。トリケラトップス。ステゴサウルス。日本では、ステゴサウルス。プテラノドンなどと共に、ブロントサウルス。日本では、ブロントザウルス時代のアパトサウルスが、巨大竜脚類の代名詞的存在として登場した。1933年製の特撮映画、キングコング、ンにも登場。 なお、ロストワールド、キング・コングでは、ネー,モーでー俊敏な肉食恐竜としても描かれた。日本の昭和時代でも、ブロントザウルスを、主人公の従者的キャラクターとした、1967から1968年、昭和42から43年の、特撮テレビ番組、怪獣王子など、あり、巨大竜脚類といえば、ブロントザウルス、というのが当時は定番であった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。